ピョートル・アレクサンドロビチ・ビストロフは、ロシア・ニジニ・ノブゴロド州、ニジニ・ノブゴロド出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。1979年、ロシア・ニジニ・ノブゴロド州の州都・ニジニ・ノブゴロドにて生まれる。地元のサッカークラブ FC ロコモティフ・ニジニ・ノブゴロドのユースで育ち、リザーブチームでプレー。 1997年にトップチームへ昇格をした。1997年5月3日、第8節の FC アラニアラジカフカス戦では、FW として出場し、ロシアプレミアリーグデビューを果たした。1997年6月28日、UEFA インターとト,トカップの FK、プロレターザレンギニン戦で、UEFA デビューをした。 1997年シーズンでクラブは、ファーストディビジョンへ降格をしたものの、1年で、プレミア復帰を果たした。1999年7月4日、第14節の FC トルペドモスクワ戦で、ロシアプレミア初得点を記録した。その後、FC ディナモモスクワ、サトゥルン・ラメンスコへ、FC、モスクワなどに在籍。2009年、 FC ルビン火山へ移籍をした。2009年6月13日、第12節の FC ロストフでは、前半のロスタイムに芝生の上に倒れた。スタッフに支えられて、ロッカールームに引き返したが、本人によれば、初めてではなく、試合も負けていたために言い出すことはせずに、後半も出場。試合後、病院へ直行し、熱中症と診断された。 10日間の入院生活を余儀なくされ、退院後は3週間療養所に通いクラブへ戻った。2009年10月25日、第25節の FC、ロストフ戦では88分に、アランカサエフとの交代で、ピッチに立ち、約4ヶ月ぶりとなる復帰をした。2003年6月7日、バレリーがザエフから、代表召集を受け、スイス代表との試合で A 代表デビューをした。 2003年8月20日に行われたイスラエル代表との試合にも出場をした。しかし高いレベルでの安定性を欠いたことと、ガザエフ公認のゲオルギー・ヤルツェフが新たなロシア代表監督に就任にしたことから召集されなくなった。ありがとうございます。